ウースターの戦いは1651年9月3日に、イングランドのウースターで起きた戦い。イングランド王福井を目指すスコットランド王チャールズ2世が、ロンドン入場を目指して、イングランド王党派を急合して挙兵したが、イングランド共和国軍司令官、オリバー・クロムウェルはこれを撃破して、チャールズ2世を大陸へと追いやり、第三次イングランド内戦を終結させた。ウースターの戦いとも、 1649年にオリバー・クロムウェルら議会派にチャールズ1世が処刑されたことを受けてスコットランド長老派が国民名約役と厳粛な同盟と契約の履行を条件にチャールズ2世を新たに大いにつけようと迎え入れたことに懸念を示したクロムウェルはスコットランドに侵攻し第三次イングランド内戦が勃発。1650年9月3日にクロムウェル率いる。 イングランド共和国軍は、ダンバーの戦いで、スコットランド軍を打ち破り、戦局を優位に進めて、12月には、スコットランドの首都であるエディンバラを陥落させた。一般人とチャールズ2世を擁立する、スコットランド王党派の離反工作も、功を奏し降伏する将校が続出、中部のローランド地方は、イングランドの手に入った。しかし、スコットランドは降伏せずに拠点をさらに北の、 ハイランド地方に移し、1651年1月1日に有力貴族のアーガイル公爵、アーチボルド・キャンベルがチャールズ2世品の戴冠式を観光して抵抗を続けており、2月にはクロムウェルが急病により撤退したことでスコットランドは再ド兵を集めた。クロムウェルの病状はその後も回復と再発を繰り返していたが、イングランド軍はトマス・ハリソンが ランカシャーの兵を中心に戦線を立て直して、スコットランド侵攻を再開し、4月には、グラス号を攻略して6月には、リンリス号から、スターリングへの進軍路を開く戦いを始め、7月20日のインバー海ングの戦いで勝利し、ファイフを支配、ホースワンの政界権もイングランドが制圧した。ウスターに至るまでのチャールズ2世とクロムウェルの、 新軍経路7月30日に体調が回復した、クロムウェルはスターリングに残ったスコットランド軍と決着をつけるべくパースに入った。一方で、クロムウェルが兵を率いてやってくる時こそ、イングランド軍の多くがスコットランドに集結し、イングランド本国は守りが手薄になっているとチャールズ2世は分析し、各地の応答派に呼びかけながら難進するよう、 スコットランド軍を指揮するデイビッド・レズリーに促した。これに対して、レズリー自身は、地の利を生かせるスコットランドで抵抗を続けるべきだと考えていたが、結局は折れて31日に、チャールズ2世と共にスターリングを立ち、スコットランド軍の主力を率いて、大胆な南進を開始した。八月五日に、チャールズ二世は、イングランドの国境を越えて、南下、翌六日に、 イングランド王を宣言した。しかし、王党派がこうした行動に出ることはクロムウェルも、ウェストミンスターの議会も、想定の範囲内であった。主要な王党派の動きはあらかじめ監視されており、ロンドンに残されていたチャールズ・フリートウッドが7日に、戦地勤務の経験を持つ1万4000の政兵を、率いて、バンベリーに入って、強制的に王党派が、 邸宅に隠していた武器などを没収して無力化した。クロムウェル自身も、ジョージ・マンクをスコットランドの抑えに残して、本体を急ぎ南化させて、イングランド東部を全速力で行進しながら、ジョン・ランバートとハリソンに途中で兵を開けて、チャールズ二世の軍隊に退治させた。ランバートとハリソンは十三日に、ボリントンにかかる橋の防御を固めて、チャールズ二世の軍勢を止めようとしたが、 これを突破された。22日にチャールズ2世はウスターに到着したが、フリートウッドの働きによって、ロンドンに近い都市での応答派の放棄は不発に終わっていたことから、このまま勢いだけでロンドンへと行進することは難しいと判断し、ここで一旦足を止めて、ウスターの防備を固めつつ応答派の結集を待った。しかし、万島からイングランドに上陸して、 ウスターへの援軍にと駆けつけようとした、王党派のダービー博、ジェームズ・スタンディーは25日のウィガン・ンレーンの戦いで、イングランド軍のロバート・リルバーンに大敗した。彼の地盤だったランカシャーでは南下中に、チャールズ2世が休憩しながら、イングランドへ母兵を呼びかけたが、わずかなジェントリと2000人の一般人しか参加せず、王党派はこの時からイングランドで孤立していた。チャールズ世は、 ウスターに泊まって民衆に協力を呼びかけたが、ランカシアの時と同じく、ほとんど味方する者は現れず、率いていた1万6千の兵の大半がスコットランド兵であった。一方で、クロムウェルの本体は、チャールズ2世が足を止めている間に追いついて、フリートウッドやランバートと合流を、果たして軍を再編し、総勢3万以上の軍勢でウスターの東部に布陣した。そして、 クロムウェルは部隊を三分割して、ウスター攻略へと進軍を開始する。主な陣容と部隊の目的は、以下の通り。28日、南軍は、アップトンの戦いで勝利してアップトン橋を通過して、セバーア川の渡河に成功したが、次にテム川を突破するために、船橋を引きながら移動したために、足が遅くなり、到着が5日ほど遅れた。一方でクロムウェル率いる本隊は、 南軍と攻撃の歩調を合わせるためにその場で待機し、ウスター守備軍の奇襲を退りけつつこちらも船橋を用意して攻撃の気を伺った。そして先のダンバーの戦いからちょうど1年後となる1651年9月3日に、クロムウェル本隊とイングランド南軍は一斉にウスターに攻めかかった。まず、足の速いクロムウェルの部隊が動き、 セバーン川とテム川の合流地点付近に船橋を架橋するとフリートウッドもテム川に北へと向かって船橋を架橋してフリートウッドとクロムウェルの部隊がテム川北岸のウスター守備軍と交戦状態に入り同時にやや西にあるポーウィック橋にもディーンが攻め寄せたしかし思いのほか、テム川北岸のウスター守備軍の抵抗が激しく クロムウェルは本人に残していたランバートにも増援を要請し、その命を受けたランバートは本人を開けること若干躊躇したが、命には逆らわずテム川北岸の戦いへと急行した。その頃、クロムウェルが動いて、東の敵が手薄になっていることを察した、チャールズ二世とハミルトン公、ウィリアム・ハミルトンは、ウスターから撃って出て、レッドヒルなどに陣取るイングランド本人に奇襲を、 仕掛けた。これによって、レッドヒルの部隊はじりじりとチャールズ2世の軍に押され、危機に立たされていたが、クロムウェルは、ランバートと入れ替わる形で、レッドヒルへと戻って、ウスターから突出していた、チャールズ2世らの横腹をついて打ち破り、ハミルトン港を配送させて、チャールズ2世をそのままウスター城内へ押し返した。そして苦戦していたティムガワ北岸の攻防も、フリートウッド、 ディーンらの部隊が敵を突破して、ウスターに南から取り付いて、ウスター守備軍は総崩れとなり、ほとんどのスコットランド兵及びイングランドを党派は戦死するかあるいは主要な街頭を先んじて,じて封じていたイングランド軍の捕虜となって壊滅し、ウスターの戦いは終結した。この戦いはクロムウェルが前線で兵を率いた最後の戦いとなった。自身の指揮で、 第三次イングランド内戦を終結に導き、イングランド・アイルランドにおいて、軍事力で、クロムウェルのニューモデル軍に対抗し得る勢力は皆無で、あると証明した。スコットランドでは、チャールズ2世と共に、多くの兵士が難化した上、戦後はレズリーを含め6000人以上が捕虜となる、大敗北を喫したため、軍事力がほとんど消滅したところを、クロムウェルの命令で待機していたジョージ・マンクに、 襲撃され、1652年までに、アーガイル港は降伏し、スコットランドはあらかた、制圧されてしまった。戦場から離脱した、ダービー博も降伏し10月に、処刑、1653年に、ハイランド地方で、王党派貴族の武装放棄があったが、もはや、クロムエルの優位を覆すようなものにはなり得ず1654年には、すべて鎮圧され、3カ国を切り従えた。 軍事的な名声をもって、五国協体制とも呼ばれる、独裁体制を確立していく。しかし、チャールズ二世に関しては万全の包囲を敷いた上で、敵を完全に壊滅させ、彼の身柄に1000ポンドの懸証金をかけたにもかかわらず、平民への変装やダービー博の手引きなど応答派の献身によって、およそ6週間の逃避行の末に、フランスへの脱出を許した。これにより、 大陸でも、王統派の活動は続き、クロムウェル死後に起こるイングランド王政復古の目を残すこととなった。ABCDEFG 松村 P830 今井 P166P167 バグリー P182 清水 P178P181ABC 今井 P167 清水 P181P182 清水 P181P182 清水 P182P183AB 清水 P183 バグリー P182P184 清水 P183P184 今井 P167P168 清水 P184 今井 P168 バグリー P185P186 清水 P184P185 バグリー P184P185 ありがとうございます